お前か。勉強で壁にでもぶつかったか。言ってみるとよい。この先輩が直々に教えてやろう。もちろん人生の悩みを抱えておったらそれもわしに相談してくれてよいぞ。安心せい。わしは人に嫌われるような小うるさい年寄り学者ではないし、それに付き合いにくい人でもないからの。おむ、その顔信じておらぬようじゃな。わしが時々あれこれ言うのは教令院の馬鹿げたルールや礼儀を知らぬ学生に対してだけじゃ。お前は良い子じゃし、ここの環境も悪くない。不満を抱くわけないじゃろ。ほほーい、お前のように気を配れる後輩は今時珍しいの。もうしばらくここに住んでみて、設計面で合理的でないところを見つけたら率直に意見を言うが問題ないか。うむ、どうやらわしはここで心置きなく興味のあるものを研究できるようじゃ。たとえもう100年過ごすことになろうとも。ここでならわしは大歓迎じゃ。お前か。もちろん。安心せい。わしは人に嫌われるような小うるさい年寄り学者ではないし、それに付き合いにくい人でもないからの。おむ、その顔信じておらぬようじゃな。わしが時々あれこれ言うのは教令院の馬鹿げたルールや礼儀を知らぬ学生に対してだけじゃ。お前は良い子じゃし、ここの環境も悪くない。不満を抱くわけないじゃろ。おむ、紙とペンを少し多めに用意してくれぬか。わしが来た時ここの構造がこんなにも特別なものだとは思わんかった。ここにあるものを全て壺の中に収めるとは一体どんな仕組みなんじゃ。もう少し研究したくての。もしまた床一面に文字を書いてしまったら申し訳ないんじゃが。うむ、どうやらわしはここで心置きなく興味のあるものを研究できるようじゃ。たとえもう100年過ごすことになろうとも。ここでならわしは大歓迎じゃ。お前か。勉、もちろん。じ、話といえば昔話すということについて考えたことがある。同じ情報を伝える行為なのに、人々はそれを伝言や討論とは呼ばない。それはなぜか知っておるか。うむ、その通りじゃ。相手の好き嫌いや気持ち、物の見方を知りたい。面白い経験を共有し、ここ最近の悩みを分かち合いたい。相手のことをもっと知ることができれば話す内容なぞ何でもいいのじゃ。逆に会話の内容は何でも重要だと言える。どんなに些細な話題もお前を大切に思う人にとってはそれは注目すべきことじゃからな。はい、恥ずかしながら昔のわしは話すことの意義を考える余裕がなかった。いつも部屋に閉じこもって研究ばかりし、外を遊学している時も家族や友人への手紙はいつも短くシンプルで、喜ばしい出来事だけを知らせておった。わしは学者という肩書きに泥を塗ったことはないと断言できる。じゃが娘、学生、そして友人としては失格じゃろ。うむ、ありがとう。でも安心するがよい。わしのことは知っておるじゃろ。過去に思いふけるようなことはせん。こんなことを言ったのも自分に言い聞かせるためじゃ。目の前のすべてを大切にし、そばにいる人を大事にせんと。よいよい、こんな時にまでお世辞を言うな。じゃがお前もそう思ってくれたのなら、わしの実践に付き合ってはくれぬか。わしが大切に思う人として、わしは時折お前の世話を焼くじゃろ。その形は
手紙や話し合いとは限らぬ。この先輩のことを口うるさいと思わんでくれよ。お前か、もちろん。うむ、砂漠に住んでる子供たちは何が好きなのか今悩んでおるところじゃ。お菓子か、それともおもちゃか。時間はあるじゃろうか、助言をくれぬか。ああ、同僚の一人がこの間教練院を出て砂漠に戻って教員になっての。その彼女から最近手紙が届いたんじゃ。そこへ行って見て回るついでに子供たちに読み書きの授業をしてみないかと手紙には書いてあった。まだ覚えてくれておったのか。今回の旅の目的はそやつらに簡単でよく使う文字を教えることじゃ。そうすればもっと楽に文字を読めるようになり、興味のあることをもっと発掘できるようになる。今まいた種はいつか芽吹き、天へと届く大樹になるかもしれぬ。今はそれでいいのじゃ。将来わしの研究分野を選んでくれるかどうかについてはそやつらの判断力次第。そうじゃろ。ふん、よくも先輩の考えを憶測してくれたものじゃ。いい度胸しておる。じゃが今日この先輩は多めに見てやるぞ。準備がまだ終わっとらんからな。準備。お、しまった。この前教練員が外出授業に対して新たな規則を出したことを思い出した。申請用紙をたくさん記入しなくては。し、面倒じゃの。まあよい、無視しよう。もしバレたら記憶力が悪くて忘れたとでも言えばいい。どうせ奴らには何もできぬからの。先に用事を済ませるとしよう。さて、手土産を買うのに付き合ってはくれぬか。お菓子とおもちゃ、やはりどちらも買っておこう。お前か、もちろん。じうむ、砂漠に住んでる子供たちは何が好きなのか今悩んでおるところじゃ。お菓子か、それともおもちゃか。時間はあるじゃろうか、助言をくれぬか。ああ、同僚の一人がこの間教練院を出て砂漠に戻って教員になっての。その彼女から最近手紙が届いたんじゃ。そこへ行って見て回るついでに子供たちに読み書きの授業をしてみないかと手紙には書いてあった。まだ覚えてくれておったのか。今回の旅の目的はそやつらに簡単でよく使う文字を教えることじゃ。そうすればもっと楽に文字を読めるようになり、興味のあることをもっと発掘できるようになる。今まいた種はいつか芽吹き、天へと届く大樹になるかもしれぬ。今はそれでいいのじゃ。将来わしの研究分野を選んでくれるかどうかについてはそやつらの判断力次第。そうじゃろ。ふん、よくも先輩を嘲笑ったものじゃ。いい度胸しておる。じゃが今日この先輩は多めに見てやるぞ。準備がまだ終わっとらんからな。準備。お、しまった。この前教練員が外出授業に対して新たな規則を出したことを思い出した。申請用紙をたくさん記入しなくては。し、面倒じゃの。まあよい、無視しよう。もしバレたら記憶力が悪くて忘れたとでも言えばいい。どうせ奴らには何もできぬからの。先に用事を済ませるとしよう。さて、手土産を買うのに付き合ってはくれぬか。お菓子とおもちゃ、やはりどちらも買っておこう。お前か、もちろん。うむ、おはよう。お前と挨拶すると
一日を元気に過ごせそうじゃ。お前か。もちろん。なんじゃ、目を開けていられなくなったのか。それは今日のお前がよく頑張った証じゃ。やり残したことはまた明日に回して、今日はしっかりと休むがよい。